はい、こちらが RK の551グレスター3レイヤーモッズレインコートですね。まあ、これ、まあ、新しいタイプのレインウェアで我々も新しい試みなんですけど、まあ、モッズコートをそのもう完全防水って言っちゃまずいかな、まあ、でもそのレインウェアとしてかなり防水性の高めた仕様 の、 あのものとしてモッズレインコートとして仕上げていますよね。でちょっとやっぱり特徴としてはちょっとなかなか画面上では見づらいかもしれないですけど、生地の質感がすごくいいんですよね。ちょっと寄っていただいていいですかね。でこれが、生地感としてはですね、その3レイヤーの生地を使っているのですごく質感もしっかりしているし、その張りもあるし、生地にあと表生地の表面の質感もすごくいいですし、そんなカシャカシャするような素材でもないですし、でなおかつその我々独自にですね、そのテスト期間に防水性をチェックしたらですね、耐水度で42000ミリ、糖質性で16000グラムっていうね、かなりすごい数値が出ましたよね。この、 テスト法としては、まあ、普通の、 ジスに基づくテスト法なんで決して間違ってないと思うんですけど、それぐらいかなりしっかりした防水性も糖質もしっかりした生地を使っていますので、はい、ここは評価できるんじゃないかなと思いますね。はい、いかがですか、山下さん。いや、僕はもうこれは本当にかっこいいと思っていて前回の撮影でさせてもらったんですけど、着心地もいいですし、しっかりとした生地感ですし、これは買います。ありがとうございます。実際ね、山下さんって我々の撮影使って気に入った商品実際買っていただいてるんで、大変ありがたいんですけど、なんですかね、もう我々の力不足で山下さんに気に入っていただいた商品がそんなにマーケットに受け入れてもらったことは今までなくてですね、なんとかですね、いいと思うんですけどね。いや、僕もすごいいいと思うんですけど、あとこれダブルジップはなってるんでまたがりやすくなってるんですね。スクーターとかは当然やりやすいんですけど、普通の、バイクでもこのようにですね、またがりやすくなってますので、はい、まあ、ちょっとねこれ下にはねレインパンツ履かなきゃいけないんですけど、まあ、そこはちょっとご理解いただいて、まあ、とはいえこれ別にレインウェアだけじゃなくて普通にその上着としても使ってもらえるぐらいのクオリティの質感だと思いますので、一個ね持っていただいても大変いいんじゃないかなというふうに考えています。でせっかくなので撥水チャレンジ、これもねちょっとコストかけて高強度耐久撥水を加工してますので、いきます。じゃあ、はい、あ、素晴らしい、足も濡れたけど、はい、いいですね、この撥水感、この撥水感、これ求めてたの、これすごい、はい、っていう耐久撥水加工もしたすごくね、本当に物としては本当にしっかりしたレインウェアだと思います。でなおかつその普段使いしてもらえるぐらいの質感の高さを持ったモッズレインコートなので、はい、これ、今の RK551 の裏地のところですね。この裏地なので、3レイヤーの生地なので、まあ、一層に見えるんだけど、この生地が、表地と防水の層とあと裏地のこのトリコットでボンディングされた3層構造の生地ですね。だから一層に見えるけど、すごい3層のボンディングされた生地になります。でなのでそのトリコットの裏地がついているのでメッシュインナーはないですよね。ただ、まあ、結構ねこういうゴアテックスとかもそうなんですけど、しっかりしたやつはこういう作りのものが多いです。で、裏地が直で見えるのでこの防水の目止めのテープですね、シームテープを貼る必要があるんですけど、これ見ていただける通りきっちりですね、すごく丁寧に貼られていて、その防水構造もかなりしっかりした商品になっておりますので追加で説明させていただきました。はい、ぜひともねご表紙を置いていただいて、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。